三島村は、鹿児島県鹿児島郡の村。薩摩半島南端から、南南西約40キロメートルの位置にある口の山、島と呼ばれる、島諸群からなる。三島村役場は、各有人島とフェリーで結ばれている、鹿児島市の鹿児島港付近にあり、村内の各島には出張所が設けられている。日本の村の中で、最も人口が少ない状態で人口が増加している、村でもある。 村の全域が、三島村、機械カルデラジオパークとなっている。口の三島は、南西諸島及び、薩南諸島の最北端に位置し、以下に挙げる三つの有人島があることから、三島の名がある。各島の地理については、各島の港及び上三島の港を参照。江戸時代までは、薩摩国川辺郡に属し、都から列島の区域と合わせて、川辺郡、豊島と呼ばれていた。 これにより、豊島村は、アメリカ統治下に入ったトカラ列島の村域と、日本側に残った北部三島で事実上分断されることとなり、三島のみで豊島村を継承することとなった。この際、それまでの村役場は、トカラ列島側の中の島に置かれていたため、仮の村役場を鹿児島市に設置した。自治体の域内に、 常設の役場がないのは現在日本に三町村のみである。三島村役場が鹿児島市に移転したのは前述の歴史的経緯によるものだが、中心的といえる集落がない三島のいずれかに役場を置くより三島と村営線で結ばれ、住民の生活喧嘩喧嘩や国の機関等とのやり取りにも都合の良い場所である鹿児島市内に置いた方が利点があるという理由もある。 また船の欠航等により村民が帰島できず、鹿児島市に足止めされた場合などに村役場が支援を行えるという側面もある。ただし島々と鹿児島市との往来は日帰りでできるものではないため、役場職員のほとんどは鹿児島市に住民票を置き、村内に住所を持たないため、役場職員に村長選挙や村議会議員選挙の選挙権がなかったり、 住民税が村に入らないなどの問題がある。大元の人口の少なさもあって、財政力指数は全市町村中で全国最下位である。本土並みの行政サービスを受けられず、選挙を通じて意思表示しなければ切り捨てられてしまうという過疎の離島の切実さから、公職選挙では寝たきりの高齢者を除く、ほぼ全員が投票する高投票率であることが知られている。 村議会、定数7常備消防はない。救急に関しては診療所に配置されている患者輸送車で対応し、重症患者はヘリコプターにより搬送される。鹿児島県、ドクターヘリは日本で唯一民間医療ヘリと保管飛行の提携を行っており、重複要請時には、米政病院の医療ヘリレッドウィングが飛行することも、ある。義務教育学校高等学校文化。 施設電話市外局番は、村内全域が09913。同一市外局番の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、洋島局及び洋島黒島局。インターネット三島でネット、光ブロードバンド郵便番号は、村内全域が890から 090X。周廃は、鹿児島中央郵便局が行う。いずれも、 有貯銀行 a TM は設置されておらず、貯金業務は窓口での扱い。なお、村内には郵便局以外の金融機関はない。三島すべて路線バス、タクシー、レンタカー業者は存在しない。本土から車をフェリーで持ち込むか、観光協会によるレンタサイクルを利用する。道路、ありがとうございます。